はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。エリティブログです。私たちはキオスに来てます。これキオス城です。名古屋にほぼ3年間住んでるけど、まあタカもほぼ30年間住んでるけどキオスに来たことないのが恥ずかしい。キオス市初めて来ました。キオス城です。名古屋より歴史も長い町だし、皆さんにも紹介しながら自分でも自分の地元を発見しながら行きたいと思います。行きましょう。キオスはちなみに名古屋よりさらに古くて、このお城も1300から1400年あたりに初めて作られたらしい。今庭に入ってきました。後ろにキオス城。そう、まあ、小さいけどインパクトがあるよ。綺麗だね。なんかいい感じにできてるよ。もちろんこれが作り直したよ。長野の松本城に似てるかも。ちょっと黒いし。黒いからね。キオス城はちなみに2つの理由で有名。一つが織田信長がここに、その戦国時代にこのお城を使って、あのいろんなこうストラテジーを考えた。でもう一つがあるよ。名古屋ができる前にこの清須がこの地域で一番大きい町だったけど、あの場所的にあまり良くなかったので、全部その近くの名古屋に移してという戦略で、清須越し、清須越えという言葉があって、もう本当にここのお城をの石を取って、でそれで名古屋城を組み立てた。ここにある神社とかを持って名古屋にまた作り直したとか、それで名古屋ができた。キオスがこう小さくなった。じゃあ一気にみんなお引越ししたんだね。そう、人も物も町全体もそう、やばくない？すごいやん。もうすでにここに織田信長いるよ。あ、そう。なんか昔の人小さかったね。私は入るかも。なんかマスクも超かっこいい。いや、これは何かわかんないよ。ここでヒゲが出るの、日本人は。上向きのヒゲ。日本人はここでヒゲが出るんだね。上に行こう。景色を見たい。でも一番上に届いたから。あ、来た。あ、綺麗。景色を見よう。ちなみにあの奥に名古屋駅が見えます。そうでしょ。で、名古屋駅の手前にキリンビールの工場があります。あ、本当だ。今ちょっとコロナの影響でね、見学できないんですけど、また再開したらね、僕たち行ってみたいと思うので。タカがビールを飲み、無料で飲みたいだけど。そうそうそう、キオス市にはキリンビールの工場があります。あっち橋を渡って、なんかお土産屋とかなんかありそう。そっちに行ってみたい。行きます。祭りのお囃子です。ああ、なんかこれと違うなと今思ったこれと全然違う僕は太鼓が叩けるということで、いいね、皆さんにも知っていただけたかと思いますはい、降りて、ここは正面の入り口だね。ちなみにあっち側に清洲城があります。あ、テレビクルーがいる。あ、本当だ。僕らとは質が違いましたね。機材の大きさとテレビも来るぐらい清洲城ね、そうそう、いい場所だからね。そう、新幹線通ってるね。東海道新幹線、名古屋から出て京都に行くんだね。皆さんぜひ次新幹線乗るとき窓の奥で清洲城を探してみてください。そうだね、名古屋出てすぐ。はい、まあ、清須の歴史はこれで以上になって、今から本番だね。レナが調べてきましたよ。もう美味しい清須のお店着きました。とんかつ岩田。おー、なんか雰囲気あるね。そうでしょ、なんか昭和ので、1時でも人が結構いるから美味しいでしょ、うん、味自慢とんかつの岩田さんです。グラスのあるところ。はい。はい。
味噌カツ、とんかつ、おろしカツ、ヒレカツ、チーズカツ。おお、チーズカツ。特大ヒレカツ。じゃあ俺ヒレカツにしようかな。ヒレカツ定食。レナ味噌カツにすれば。うん。で半分ずつ食べる。うん。来ました、いただきます。すごくない味噌カツもうでもこの味噌カツは味噌で溢れてる、ね、なんかもうかけてかけてかけすぎてって感じ。色もすっごい味が濃い感じで、なんか匂いもめちゃめちゃいい、ね、めちゃくちゃいいよ。あー、これがいいんじゃない。わあ、めっちゃ名古屋飯だよこれ。いただきます。本当にパンチがある。これはご飯が進むよ。めっちゃご飯に合いそうだね。この色ってなかなか珍しいよね。ここまで濃い味噌カツなかなか食べれないと思う。うん、食べてみて。うわ、すごでしょ味噌がドロドロじゃん。見てください、この味噌。うん、すごくない？本当だめちゃめちゃ。あ、でもなんか味噌の嫌な辛さとかではなくて、ご飯とめちゃくちゃ相性のいい味の濃い味噌カツって感じ。本当に。ただ別に辛くはないんだよね。うん、でもめちゃめちゃ味が濃い。ね。まあ名古屋人でも味が濃いと言っても本当に味が濃いということだよ。おいしい。これはご飯が進むわ。うん、うん。ちなみにキャベツを味噌と絡めて食べるのがこれまた美味しいんですよ。うん。めっちゃ合うわキャベツ。うん、何？これの、これの上に落ちた。あとは味噌カツソースじゃない、とんかつソース。何言ってる？これとんかつソースだよね。うん。俺はヒレカツにして、おお。皆さんロースカツ派かヒレカツ派かどっちですか？僕とレナは断然ヒレカツ派です。うん、これ美味しい。衣サクサク、うん、肉ふんわり柔らか。このヒレカツでこの味噌のタレかけたやつもうまそう。これつけれるか、ディップすればいいのか。どうぞ。ソースがたっぷりあるから。ではでは、いただきます。どうぞ。たっぷりつけて、うん、またさらに美味しいんじゃない、うん、うまい。やっぱこの味噌うまいわ。甘みもあって、ただ鋭い感じもあって、うまっ。もうすぐになくなっちゃったよ全部。キャベツこれ入れようかな。もう本当にゴリゴリな親父なのとかは。文句ありますか？うん、別に。もちろん名古屋で生まれ育ったよ。で、ちなみに味噌が足りないなら、ここにも味噌汁があります。赤味噌で。あ、美味しい、うん、これまた美味しい。それ私のヒレカツです。バレました見てこれ。いや、美味しいよ、めちゃめちゃ。柔らかいヒレにカリカリの衣で。私はあの味噌が半分ぐらいのお肉は味噌食べて、半分ぐらいのお味噌、半分ぐらいの頭の中が味噌になってるねやっぱ半分ぐらいのお肉はお味噌で食べて、半分ぐらいのお肉は味噌なしで食べたい。2人で行って普通のとんかつと味噌カツ頼んで半分ずつするでいいかもね。うん、そう。どうですか味噌キャベツは。おいしい。社長の口に合いますか？うん。これ皆さん騙されたと思って、本当に名古屋できたら味噌の中にキャベツ突っ込んで食べてみてください。マジで美味しいんで。ね、これだけでビール飲めるもん。こっちゃんでした。見て、全部ティップしたよ。なくなっちゃった味噌。いきますか、はい、どこに？お、デザートを食べる。見てお腹。最近健康診断したけどね、お腹周りがね、ちょっと成長中。デザートを食べに行きましょう。着きましたよ。ロアシス？ロアシス、ロアジス、ロージスという感じで、はい。外見めっちゃ可愛い。そう。
すごいよ。1980円。2000円のパフェ。食べたことないんじゃない人生で。2000円のパフェって普通のパフェ2個食べるよ。あ、そうだ、めちゃめちゃ高級のパフェでしょ。2000円の味しなかったらめっちゃ文句言ったろ。どう信じたいです。正直にレビューします。はい、もうなんか美味しいのは当たり前だからね。2000円の美味しさがあるかどうかが今回のポイントですから。ケチクソだな。名古屋人ケチクソですよ。そう、それで、ね、有名でしょ。ください、テーブルのままで結構です。お願いします。ありがとうございます。やっぱすごいやん。これは2人で食べるしかないでしょ。いちごタワーになってるやん。そうだよ。これがもう倍でしょ。下に入ってるものと上に乗ってるものが同じぐらいの量だよ。すごい、ね、この断面もめっちゃ綺麗。上から食べます。クリームがついちゃった。うん、おいしい。うん、いちごと生クリームの組み合わせ本当においしい。生クリームとめっちゃ合うね。で、ここでいちご何個ぐらい使ったの。15個ぐらい使ってるのかな、大小合わせて。だから20個ぐらい入ってるんじゃない、いちご。だから1個ね、ワンパック。まあ2000円しますからね。はいはい、ケチクソ。チョコクランチと一緒に食べるとめっちゃ美味しい。なんか掘りながら行くと、いちごアイスが出てきて、ピスタチオアイスが出てきて、でその下にチョコのクランチみたいなのがあるから、それを一緒に食べるとめっちゃ美味しい。本当はチョコクランチうまいね。これがいちごゼリーかな。硬、うん、くないから大丈夫。全部食べれます。どうですか社長、値段の価値はありますか。もう一回思い出してほしいけど、2000円ですよ。うん、価値あると、うん、1個だけは文句がある。何ですか。なんかこうスライスしたいちごがあったよ。1ミリぐらい細くスライスしたいちごがここに並んであったから。あ、ここに一列入ってたいちごね。あの半分に切ったいちごがさ、こうやって入ってるかと思ったら薄くスライスしてあったね。そこでケチったのがちょっと名古屋人ですから。特にピスタチオとチョコクランチといちご、これあと量も2人で食べて、確かに2人でちょうどいい感じ。1500円だったら120点満点。2000円だと95点だ。うまいの当たり前じゃん。でも本当に美味しいよ。みんな名古屋に遊びに来る方はぜひ食べてほしい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べてお腹いっぱいになりました。はい、美味しかったです。ここもおすすめ。はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。